まあでも言っても僕たちの仕事はあるものを直すっていうだけなんで、もう本当に偉いのはやっぱりないものを作る設計したあのデザイナー、それからまあメーカーですよね。僕のはただもう人が作ったものをただ修理して調子よくするっていうだけなんで、そんな大層なもんでもないんですけど、まあそれは面白いです。でもその人の作った人の思いとかを考えながら、あどうしてこういうレイアウトにしたのかなとかね、そういうのを考えながらやるっていうのもすごく面白いし、まあ、いつもいろんなエンジンをやるたんびに、そういうそれぞれのエンジンにそれぞれのデザイナーがいるっていうことがね、すごく面白いし、リスペクトに値することだなと思いながらやってます。電気モーターはどうでしょうね。僕は電気モーターのバイクにも何回か乗ったことはあるんですけど、まあそうですね、それを否定するわけではないけど、このやっぱり自分のお尻の下でエンジンが爆発して、それが推進力になって動くっていうメカニズムがすごく好きなんで、そう、なくなっちゃえばやるしかないんでしょうけどね。今あるうちはガソリンエンジンを触ってたいですかね。まああんまり頭の固いこと言ってもつまんないんで、機会があればモーターのものもやってみたいなとは思うんですけど。電気バイクはもうたくさん実際に作られてるし、スピードっていう面でもね、もちろん経済的な面でもそうですけども、スピードでもかなりガソリンエンジンに肉薄してるし、ただその味わいっていう部分で、そのオートバイっていうキャラクターに合ってるかというと、まあこれから乗り始める人には全く抵抗はないんでしょうけど、僕はやっぱり物心ついた時からガソリンを圧縮して爆発して走るっていう、その熱とかその匂いとかね、そういう音とか振動とか、そういうものを全てを含めてオートバイっていう風に刷り込まれちゃってるんで、どうしてもそういうものがない、ただ電気モーター、電気ドリルみたいなね、音でピーンって走っちゃうっていうのはなんか少し抵抗ありますよね。でもまあこれからやっていかなきゃいけないのかなとも思いますけど、いや僕は特にそんなに早いわけでもないですけど、ただまあ長くやってるんで、あんまり考える間もなく動いてるっていう方がいいのかもしれないけども、どうでしょうね。特別早いとは思わないですけどね、自分がこれは元グジがすごくシンプルで、典型的なプッシュロッドのエンジンで、まあ本当にセオリー通りの作り方なんで、そんな久しぶりにバラしてもびっくりするようなところはないし、まあ、教科書通りっていうかね、セオリー通りのバラし方組み方で、おおむねいいと思います。かなり女の子には嫌われますね、汚い手は。